皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。私は今京葉道路を東向きに走っております。千葉県の京葉道路です。バラキインターから乗りまして、もうしばらく行きますと市川インターが出てきますので、そこを通り過ぎると本線船橋料金所になります。今日は料金所の効率の良い通過の仕方をお伝えしたいと思います。車が多いと、まあ、今日もそこそこ多くて渋滞はしてないんですけど、どうしても右側へ行くような気持ちが働くので、意外と3車線とか2車線ある道路っていう高速有料道路っていうのは右側が一番混んでることがあるんですね。特に料金所でもその傾向がありまして、今市川インターを通り越して左側から合流してきますけど、ここでもまだ左側を私は走っております。でさらに左側の車線に移りまして、ここから車線が広くなって料金所になるんですけれども、料金所では一番左側にできるだけ寄ってETC レーンを通過します。 ETC レーンは実は60キロぐらいまで落とせば通過できます。今お気づきだと思いますけど、右側の車線は結構並んでるわけなんです。でこれで左側の車線から本線にまた合流します。これはまあ渋滞とまでいかない状態ですね。滞っている感じですけれども、これでまた2車線になりますので、左側から合流します。で合流しましたら、ここからはこの先が渋滞してない場合は右側の車線が空いてるということになりますので、右側の車線に私も移りたいと思います。このような形で料金所を安全に早めに通過するという作戦を今日はお伝えいたしました。それでは皆さん安全運転いたしましょう。どうもありがとうございました。失礼いたします。